どうも、伊予介です。この度のご視聴ありがとうございます。本日の動画はですね、まあこちら、福井県のビジネスホテルに、チェックインしてます。はい、無事ね、前回の動画で言ったんですけども、福井県に写真だけ、来てます。はい、で、まあ、今チェックインを済まして休憩してるというところでございます。まあ、この後晩ご飯探しにね、外一回出るんですけども、まあ、その間にこの動画をちょっと回そうかなと思っております。はい、で、まあ本日の動画なんですけども、2021年振り返りということで、まあ、軽くね振り返ろうと思います。はい、で、1月ですね、まあ、去年のこういう感じの振り返り動画じゃないけども、2020年みたいな動画あると思うんですけど、まあ、そこからのまだ1年経ったかなというところで、この1年ね、まあ、年明け一発目の動画も、まあ、抱負みたいな動画を出してるんですけど、うん、まあ、僕、まあ、ずっとたびたび動画内で、言ってるんですけども、まあ、ビートナイトさん、Vlogger のね、ビートナイトさんと最近すごくキャンプの、動画なんかがね、精力的にアップしてる方なんですけども、まあ、その人にね憧れてこういう Vlog スタイルっていうのを撮ってます。で、まあ、自分で、なんかプロモーションビデオみたいな映像制作みたいなのを、この1年頑張ってやってみたいなと、思って動いてみた結果なかなかねできませんでした、正直。なんかその撮らせてもらう機会っていうのが自分の中でカウントするなら2回あって、で、まあ、1つが、まあ、1月の初っ端ですね、友達、前やってたバンドのボーカルの子が整体のサロンを開業しまして、で、まあ、そのプロモーションビデオみたいな感じのを、撮影させてもらったというところで、まあ、その次に、僕の職場の男の子が空手をやってて、まあ、そのねプロモーションビデオみたいなを撮らせてもらいました。どっちもね、やっぱり僕まだ撮影技術やったりとか編集技術っていうのがないので、まあ、自分の今できるね範囲で撮影編集をして作らせてもらったんですけども、まあまあ喜んでもらえたのですごく良かったなと思っております。で、まあこういうね YouTube このチャンネル全体を通して、まあ、1年ねやるっていう目標としては、まあ、月に2本ぐらい上げれたらいいかなというペースで考えてたんですけども、結果、まあ、動画は3本4本は上げることができました。それはねすごく自分の中でも良かったなというところです。で、まあね、そうやって、まあ、やっぱりちょっとした簡単な目標、月2本とかやったら、ちょっと頑張ったらすぐ投稿できるっていうような本数やと思うんですね。そこまでこだわらんかったら。で、もう僕結構マイペースな感じなんで、それぐらいは本気出さんと無理みたいなぐらいかなと思ってやったんですけど、蓋開けてみたらね、週1ぐらいのペースぐらいかな、大体。それぐらいのペースで動画を上げることができたんで、良かったかなと思いました。で、動画のネタっていうのがね、まあ、僕当初、そういったプロモーションビデオやったりとか、自分のその出かけたりとかするその写真旅、まあ、今回みたいなとか、そういう出かけた先の写真を撮ったりとかしながらの Vlog っていうのを撮りたかったんですけども、まあね、世の中が世の中やったんで、なかなかね、激しいお出かけっていうのができなかったりとか、したんで、まあね、どっかでも出かけたいなとか、あったりしたんで、蓋を開けてみれば、植物動画で溢れ返りましたね。結構、このいつやろう、多分年始にはまだチャンネル登録者数20人ぐらいやったと思うんだよ。でも、このね1年間で約100人ぐらいのね方が登録してくださってます。で、まあ、多分その中で登録してくれた方っていうのは多分格闘技が好きな方か、植物が好きな方、多分どちらかかなと思います。
はい、なんかすごくね、職場のこのプロモーションビデオの、再生がすごく再生されてるんですね。でもう、まあ、植物系の動画、再生リスクでウィズグリーンとやってるんですけども、まあ、その再生も結構回ってて、結構見てくれてる方多いなと。でコメントもすごくね、最近植物系の動画はコメントいただくこともありまして、すごく嬉しく思っています。そんな感じですね。意図せぬ結果にはなったけど、その結果は結構まあ良かったなという感じでございます。はい。で、まあ、来年の話なんですけども、もともと、先ほどちょこっと、お話しさせてもらったんですけど、やっぱり僕はその写真旅とか、まあ、写真を撮りに行った時の Vlog みたいなスタイルっていうのはやっぱりやっていきたいなと思ってます。で、まあ、植物もね、せっかくここまで、ね、いっぱい植物のことについて投稿してきたりとか、まあ、その中で自分もやっぱり植物ね、毎月なんか植物買ってる動画を上げてたんで、やっぱ植物増えてくるんですよ。で、まあ、それぞれのね、成長やったり、まあ、植え替えやったりとか、まあ、これからね、土の勉強とかも、ね、したいなと思ってるので、うん、まあ、そういったね動画も上げていけたらなと思うんで、そうですね、植物の動画も上げていきたいなと引き続きね思っております。で、まあ、あとはそうですね、もともと年始に掲げた抱負ですね、その映像制作やったりとか、まあ、写真の、撮影やったりとかっていうのは引き続き、まあ、やっていこうかなと思ってます。なのでそうですね、来年はこの3本柱ですね。世の中は最近 YouTube は一チャンネルでジャンルは一つに絞っていった方がいいと、言われてるらしいです、うん、ですが僕はその一本に絞るっていうことがねできないんですよ、性格的に。普段でもすごい多趣味なんでね、どれか一つにっていうのがやっぱできないんですね。なので、まあ、撮りたいものを撮るっていうところなんですけども、まあでも、くくるとしたらその3本、写真旅、まあ、写真旅 Vlog ですね、と植物系、まあ、With Green と再生リストでは作ってあるんですけども、まあ、そちらと、あとは PV っていう再生リストがあります。まあ、それがこう作らせてもらった作品やったりとかを、アップしていくとか、いう形で、この3本ですね、を軸に、このチャンネルを運営していきたいなと思います。まあ、ペースはねどうなるかな、今年はとりあえず数、そうですね、数を意識して、投稿してました。まあ、なんか最初もう 3,4 ヶ月、3,4 本撮れた段階で、まあ、数を意識してとりあえず本数を上げようという意識で、動画アップしていたので、変わらず、最低でも月には投稿したいなという目標で、2022年はね少しだけクオリティを上げていけるような、そんなちょっと違うな、うん、いやでもまあクオリティをね、上げていきたいなと思っております。なんかバッテリーがもう1個なんですよ、これ切れる前にと思って今バーって喋ったんでややこしいかもしれないんですけども、まず来年の目標を、まとめますと、ジャンルは3つ、写真旅 Vlog、With Green、そして PV、この3つのジャンルで、進めていきたいなと思います。内容に関しては月に、まあ、最低2回ですね。で、クオリティを少し上げていけたらなと思っております。そんな感じか。ファミリーがお出かけか、そんな感じです。まあなのでね、まあ、今ここで撮ってるってことは、年始はこの福井の、写真旅 Vlog からスタートという形になります。以上かな。なんか忘れてないか大丈夫か。はい。まあいいでしょう。こんな感じで自分がやりたいなと思うことは多分伝えれたと思うんで、2021年は大変お世話になりました。もう少しでね、あと4時間か、4時間もないなぐらいで、2020年を迎えるわけですけども、2022年って言ったよな。2022年もね、どうかお願いします。
今年はね、そば食うの忘れちゃダメですよ。2年前はね、年が変わる5分ぐらい前にそば食ってないってなって、真下にちょうどコンビニがあったんで、そこでどん兵衛の天ぷらそば買いました。お湯入れてったらね、ゼロ時回ったんで、今年はね、もうちょい早めに食べたいなと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上になります。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そう、これ言うの忘れてた。これ、来年をね、500人目指して頑張りたいなと思いますので、ぜひとも本当にチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、で、Twitter、Instagram、こちら、こっちです、絶対こっち、もう覚えございますんで、ここ出てますね、多分フォローのほどよろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じで、皆様、良いお年をお迎えください。それでは、お会いいたしましょう。さよなら、良いお年を。